はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は第12回武勇祭 Z ボスバトル1の新キャラなし攻略ということでやっていきたいなと思います。はい、ということで今現在ですね、上位 0.7% ということになっております。で、今回の縛りとしては、今月7月に実装された風属性のキャラ、4体おりますが、そちらすべて使わずに攻略するという縛りにしております。まあ、そもそもガチャをしていないんですが、まあ、ガチャをせずにどれぐらいね、あの上に今の環境でいけるのかなと思い至った結果、まあ、こうなりましたが、まあ、結果から言うと、今多分もう今 0.7% ですが、最終日までこのまま放置してもおそらく 3% 以内には残るだろうなという感じはしてますが、まだね、伸びしろあるんで、突き詰めようと思ったらボスバトル2も3もね、伸ばせそうだなというところ、あとノーマルバトル上級だね、そういったところで稼いで、0.5% 以内も入れるんじゃないかなという感じはするんですが、とりあえずボスバトル2だね、ボスバトル2の、動画としてアップしていきたいなと思います。はい、ということでまずは基本的な、今回のリムルの特徴をお話ししていきましょう。まず今回のリムル、非常に固めです。耐久力が非常に高いので、そしてちょっとターンボーナスのね、スコアが高めに配点されているので、なるべく早く、倒しに行った方がスコアは稼ぎやすいということ。それから超過ダメージについてですけど、ちょっとねスコアがそこまで伸びにくいっていうところもあったりするので、今回はバフの重ね掛けっていうよりは適時ね、いいタイミング、自分にとって都合のいいタイミングでバフ等は使っていっても全然 OK、 それでなるべく早く倒せるのであれば、一旦でも早く、バフだったり、魔装痕の変換だったり、そういったものをガシガシ使っていって倒しに行った方がいいと思います、今回は。はい、なので、前回の武勇祭とかね、まあ武勇祭に、まあ、ノーマルバトル上級とかだったら、まあ、未だにそうなんですけど、バフを重ねて超過ダメージをめちゃくちゃ出せるようにね、立ち回るのではなくっていう感じだね。もうがむしゃらに、まあ、ソコン変換とか、もちろん手札の運ゲーとかもあったりするんですが、まあ6コンボ、ひたすら6コンボして、まあ最後はもちろんね、なるべくなら超過ダメージをもちろん狙っていきたいところではあるんだけどね。はい、なんでその辺を意識して立ち回ってくるとだいぶね違ってくると思う。その考え方一つでね変わってくると思うんで。はい、でその他ですが、奥義の魔装痕のゲージ増加量マイナス 80%4 ターンっていうのがあるんで、これ非常に厄介です。奥義の魔装痕を消しても全然奥義ゲージ溜まってこなかったりとかするので、基本的に奥義の魔装痕を別の魔装痕に変換するだったりとか、あとよく使っているね、加護の白露とか、ああいったキャラも、そう、奥義の魔装痕自体が死んでしまうので、あまり役に立ちません。なので、白露は使わず、さらに自身の貫通耐性バトル終了まで 50%、これが永続効果なので、嫁シオンだね、この間の。まあ、嫁シオンは白露よく使われてると思うんですけど、それらは今回封印して戦うと。いうことになります。でその他、自身の物理攻撃耐性バトル終了まで 10% アップ、それから敵全体の物理攻撃2ターン 20% ダウンと、こういったものがあるし、さらに魔法弱点になっているんで物理キャラは推奨されません。なのでカゴハクロ、ヨメシズ、それから物理キャラは使わないっていう、さらに縛りも加わってくるっていうことだね。なんでなるべくなら風属性の魔法キャラを編成していくことが、まあ、推奨されるということですね。まあ、その他防御を4ターン 30% とかアップとかねあったりするんで、この辺に関しても防御アップがない時になるべくなら殴って火力を出していきたいなというところです。はい、ということでパーティー編成紹介していきましょう。はい、今回こんな感じの編成になりました。でカゴキャラについてはですね、まあ悩んだ結果、結局必勝シオンに落ち着いたという感じですね。なんで秘書シオンなのっていうと、技能の魔装痕を過去に変換してくれるっていうものと、あと味方全体の奥義ゲージ 25% アップっていうところが非常に、まあ、今回合ってるなと思いまして、であと相方でですね、このゲルドはね、配布のゲルドが奥義を過去変換できるっていうものを持っているので、そう、カゴスキルで技能をカゴに変換で、ゲルドのスキルで奥義をカゴに変換ということで、カゴの6コンボが非常にやりやすいんだよね。手札によってはもう何ターンも連続でカゴの6コンボぶち込めたりするんで、非常に今回の早めに倒すっていう意味では合ってる。
で、あと今回の風属性のね、ガビルとかカゴガビルとか持ってない方は、こういったところでできるだけマスオコンの回転率、手札の回転率を上げることで、まあ、火力をカバーしていくみたいな立ち回りになっております。はい、なんで非常に良かった、今回都合が良かったね。うん、でその他のキャラに関しては奥義バフ、まあ、打てる、まあ、風ミリウムだったり、それから今回の能力を、まあ、魔王のね、初めて今回魔王のねコイン使いましたけど、はい、ラミリスをゲットしました。この今回のブーサイのためだけにゲットしてきて、まあ、ステータス結構高めになってるんでね、まあ、ただ全体奥義なんですけどね、今回のキャラ全員なんで、単体奥義の白狼がね、風属性の白狼が物理キャラだしに使えないっていうところが非常にネック、まあ、それもあって結局超過ダメージ伸びないからね、あんまり突き詰めてもまあせいぜい3万超えぐらいとかぐらいのダメージしか出ませんので、もともとのね倍率低いから、はい。であとまあ秘書シオンとかもあったりしもね、あんまりそのバフを漏れるようなタイプのカゴキャラではないのでね、はい。でその他ベルドラに関してはこれ EX 才能解放のためだけに入れてるという感じです。それから仮面の勇者はまあ運命崩落、まあありますが、こちらもね いつものあの武勇祭と違ってバフを持ったりっていう立ち回りはしませんので、あくまでこれは味方の奥義が溜まりそうなターンに運命崩落打って、そう運命崩落中は奥義が打てないっていうね、溜まっても打てないっていう仕様になるので、まあ、都合がいいんだよね。なんで、まあ一旦伸ばしつつ、他のゲージだったりそれか攻撃ダメージを稼ぎつつみたいなやり方でいってます。はい、まあ、なのでその辺、まあ、使い方皆さんね、もっといい使い方があるよっていう人だったらそういう使い方すればいいと思うけど、僕はそういう使い方しました今回ね、仮面の勇者については。うん、はい、ということで実際にやっていきたいと思います。どれ、少し遊んでやるか。強大な魔力の接近を感知しました。本気で行くぞ。実験開始。ボサは秘書の私にお任せあれ。出番ですな。抜かさぬ。押しを抜かしてないぞ。強いな。効かん。やるな。
験結果だ。聞かさぬ。まずった。魔王の力を見せてやる。マジック。魔力の接近を感知しました。どこからでも。補佐は秘書の私にお任せあれ。無番ですな。任せて。引き続き警戒に当たろう。